日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ファミリーマートのスイーツいろいろ買ってきましたが、本日には2月3日ですね。ということは、そう節分です。鬼は外、福は内。今のご時世だったら鬼以外に追い出したいものもありますけど、しかし自分は恵方巻きは、大抵世間の恵方巻きは苦手なきゅうりが入っているので食べられないんですよね。もう本当はならそういうきゅうりの入ってない恵方巻きあるんだったら食レポしたいのに。ですがその代わりと言えるような節分スイーツがファミリーマートで出ていましたので、本日はこれを最後に恵方巻き代わりにして食べたいと思います。では早速食べていきましょうか。飲み物はちょっと量が多いので、こちらに強炭酸水ザ・ストロングを用意してますが、これも苦手な炭酸じゃねえかって突っ込まれそうですね。まあきゅうりほどではないので、ちょっと飲んでみようかなと思います。ではまずはこちらのしっとりケーキカラメルブリュレ風からいただきたいと思います。どんなのかな。はい、おっとこういう風にいかにもしっとりしているシフォンケーキといった印象ですね、見た目は。でもなんかテカテカしてるのはブリュレ風の表れなのでしょうか。では恵方巻きじゃありませんが、このまま一気にいきたいと思います。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはこちらアイスのケーキバー、アイスクリームのようなケーキということなんでしょうね。ちょっと後ろから見てるんですけど、見てください、これ。確かにこれアイスだよって言われたら見た目アイスのようにも見えますね。チョコがしっかりコーティングされてますし、棒まで再現されている。まあさすがに棒は食べられませんけどね。ではいただきます。続きましてはこちら、何度も食べたいチーズケーキ。そんなに美味しいの？自分は基本何度も食べるってことはないのですが、本当かな。この蜂蜜をかけていただくみたいですね。おお、結構ドロッとしてますね。なんか小学校の頃に給食に蜂蜜マーガリンとか出てきて、それをかけてるのを思い出しました。はい、それではおっと、結構硬いですね。これこのネバーっとした感覚がいいです。ではいただきます。はい、続きましてはこちらのスイートポテトワッフル。これ公式サイトに出てたかな。地域限定とかがかもしれませんね。でも気になりますね、スイートポテトという響きが。見た目はあまりスイートポテトらしさは見当たらないんですが、こういう角切りのお芋ってどちらかというと鬼まんじゅうみたいなイメージがあるんですけど、どうなのかな。ではこれもいただきます。続きましてはあんバターどら焼き。なんだろう、あんバターってパンのイメージはありますけど、どら焼きってあんまりイメージない気がしますね。いや、そうでもないか。ただあんこが結構ぎっずっしり入っているような気がしますね。おっと、バターが入っているが中身割るのは無理ですね。ではもうこのままいただきます。はい、ではいよいよラストのカステラロール。おー、見た感じ結構重量感ありますね。クリームたっぷりです。ではこれで今年の縁の役を払えるのか。では最後のカステラロールいただきます。それは撮影の都合上仕方ないでしょう。出ないとあっち行ったりこっち行ったりとかはできないんですから。でもこれだけ一気に食べたんですから、きっと厄を払えましたよね。なんか自信なくなってきた。だけどきっとこれからも今年もいろいろおいしいもの、甘いもの食べていきたいですよ、今日みたいにね。ではお願いします。最初に食べたしっとりケーキカラメルブリュレ風はこうカラメルの風味がケーキ生地に染み込んでいて、でも生地自体にも甘さがあるので、やっぱり食べていくうちにしっとりとした食感のあるカスタードプリンのような味わいに変化していきました。続きましてのこのアイスなケーキバーは中のケーキ生地、正直アイスより脆いです。噛んだ瞬間にホロホロ崩れていくので、油断していると下に落ちますね、これ。なのでバータイプのお菓子スイーツとしてはちょっと食べづらかったかな。味は美味しいんですけど、食べづらさが出てしまっているのが残念でした。次はないかな。でこの何度も食べたいチーズケーキは本当にチーズのクリーム、チーズの風味が濃厚で、蜂蜜を後からかけたのは甘さを付け足すためなんですね。でケーキ自体が甘くないので、濃厚なチーズの風味を最初から最後まで堪能するようになりました。ベイクドチーズケーキがあなたがお好きなのであれば、ぜひ食べていただきたいです。はい、続きましてこちらのスイートポテトワッフル。やっぱりスイートポテトとは違うかなと思いましたけど、お芋の甘さが口中にふわっと広がってきて、ちょっと食感も感じられて良かったです。あとはさつまいもペーストとか欲しかったかな。でないとちょっとスイートポテトとは違うと思いましたので、はい、続いてのバタークリームどら焼きは、なんかバターが自分は表面に乗っているようなイメージだったんですけど、結構重にたっぷり入っていて、どちらかというとバターというよりチーズや生クリームのボテッとしたような状態のような印象がありました。なので道理でちぎれないと思いましたよ。でもあんこもそれに負けじと味を主張していて、うまい具合にぶつかるのかなと思ったら、そういう風にではなくて、いい感じに融和していっている、そんなでいる、こういった味わいです。なんかうまく言いにくいな。あんこがさっぱりとしていて、バターが濃厚なので、いい感じにこういう風に並走しているような、そんな味のあるどら焼きで美味しかったです。そして今回のラスト、ちょっとお待ちくださいね。そして今回のラスト、この和三盆カステラロールは、しっとりとしたカステラ生地の中に入っているたっぷりのクリームと、ほのかに入っているかのこ豆の食感、それら全てが一気に口の中で広がってきました。クリームはあっさりしていて、豆の食感がところどころでコリコリっときて、それらを包み込むカステラ生地がまたしっとりしていて美味しかったです。フルーツもあったらもっと美味しいのかなと思いましたけど、それ巻いたらもう中のクリーム減っちゃうから、これの方がいいの、こんな風にクリームだけで勝負した方がいいのかもしれません。これで今年の厄災払えるかな。ほんと今すぐにでも払いたいのがいますからね。というわけで今回は当然こちらのカステラロールが一番美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。はい、建国記念日、サラリーマンよどこ行くの、いや会社、いやそれとも居酒屋、まあ行きたいところでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。